さあ今回はちょっとね、地下に潜りたいと思うんですよね。でこの家の真下、僕だいたい家の真下ちょっと掘ってみたりするんですけど、ちょっと今回掘ってないんで、ここにね地下室をちょっと作りながらですね、この下に掘っていけるようにしようかなと思っております。よし、じゃあとりあえず棒と木ではしご作ろうかな。どのぐらいいるだろう。とりあえずこんなもんでいいか。よし、じゃあここの下に掘っていきたいと思います。はしご立てながら、よいしょ。どのぐらい掘ったらいいだろうね。この高さにしよう。ここからブランチマイニングを始めることにします。よし、じゃあこんな感じで、とりあえずのなんだろう、スタート地点ができました。で今回ですね、ズボンないんでズボンと、ツルハシ、ズボンとツルハシの数、ツルハシが3個でしょ。でズボンが 1,2,3,4,5,6,7、なんで10個ダイヤを見つけたいなと思っております。じゃあこの辺からどんどんやっていきたいと思います。早速来たけど、この周り溶岩やばいんだよね。よいしょ、やっぱりね。でもなんとか持って帰ろう。これはよし、危ない。お、いけるかも。ここならとれるかな。ちょっと待ってよ。ここはいけるかな。まず、お、いけた。ここも際いな。よし、2個目、3個目、取れたか。今の取れてたら4個あるはずだよね。あ、取れてない。嘘、燃えた。嘘でしょ。まあいいか、もっと効率よく掘っていった方がいいと思うんで、さっき取れたダイヤ3つあるんで、ツルハシを作ってですね、今レベルが23なんですけど、ちょっとこれでエンチャントして効率強化っていうのをつけたいなと思います。でとりあえず今ある本で、本を3つ並べて、よいしょ、木を並べて本棚を作ると。よし、司書っていう実績が解除されます。でこの前に作ったエンチャントテーブルの周りに置いていきます。1マス開けておくっていうことで、これで言えば、このオークの木、こんな感じに置いていく感じになるかな。よいしょ、あ、1個開いた、寂しい。でまああとここだけ1個開けて周りに配置することによって、このエンチャントテーブル最大の効果を得ることができるのかな。うん、じゃあちょっとツルハシ作ってこよう。よいしょ、 OK。 効率強化か耐久力ついてほしいな。いろんな効果があるんですけど、多分ね今これ見えにくいよね。よいしょ、こうやってうまく置けたら本棚から白い文字みたいなのが飛びます。よし、頼むぞ。これで置いてやって、ここにラピスラズリを置くと。あ、効率強化さん、いいね。よしよし、あ、やっぱり早いな効率強化はね。効率強化がつくとやっぱいい、やる気が出てくる。さあ今、これで3列折ったところで、ダイヤが9個今出てきました。よし、目標達成かな。まあこんな感じでですね、ブランチマイニングって言って効率よく掘っていって素材をたくさん集めていこうと思います。よいしょ、それではまた僕は今から掘っていきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。